素敵なピアノ演奏は岡倉文也さん。そして三丁目の若草三姉妹長女、はい、桂井清美でございます。そして次女大野知花でございます。そして三女松村さんも何でしょう、覚えてる黙ってた代理です、よろしくお願いします。本当にキャラクターはバラバラな3人ですが、唯一の共通点は酒が好きということで、今日はなんかあのね、6000円で飲み放題ということで、なぜか私たちもワクワクしているように私たち飲み放題って言われて飲んだら観光客なくなるかもしれない、すいません、はい、それでは、今日のステージは夢の中へというタイトルでお届けいたします。夢の中ですか、机の中もカバンの中も探したけれど見つからないのへ、まだまだ探す気ですか、それより僕と踊りませんか、夢の中見つかることもよくある話で、